愛知県は岡崎市、岡崎市は愛知県のね、牧内古仙峡っていうところに、来てるんですけれど、まあ地元ではね、牧内陸橋って呼ばれているわけでもないようですね。あの盛岡古仙峡は盛岡陸橋って呼ばれてるんですけどね。で今日はね、なんか赤穂の高所があるっていうことでここへ来てみました。まあ以前ね、盛岡陸橋の方ではあの赤穂の高所撮ってるんで、あんま同じところで撮ってもちょっと芸がないかなと思って、あのまあそっちの動画もまあ見てほしいんですけれど、で今回はね、赤穂の高所をここ、牧内のね、陸橋で撮影してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでね、今回は見事に裏かぶりされてしまいました。まあ残念でした。まあなんかね、上りがね、なんかダイヤちょっと乱れてたっぽくって、それでね、普段は裏かぶりしないはずなのに裏かぶりしてしまったっていう、そういう状況だったと思います。まあそっちはそっちで残念だったんですけど、例えばあの313系の、3両編成、あの前あれ人量にいたやつね、あれが、大脇に転属して以来あの初めて撮影しました。あれは、ね、1600番台が、2本つながっていたっていうことなのかな。で今回の講師も担当した DE10 型は、前回同様とね、1557号機1557ですね、愛知機関区に所属し稼働する、まあ、実質唯一の釜ですよね、まあ、実質ね、うん、それが今回も担当したわけなんですけれど、まあ、それが、まあ、いつまで続くのかですよね。あ、なんか6000系見えるな。で、まあ今年中についに DD200 に置き換わっちゃうんじゃないかなと見ているんですけど、まあどうなんでしょう ね実際どうなるかは分かりません。今ね、三河線をくぐります。あ、そうそう、これで言い忘れてたんだけど、今回の、日本車両初の講習、まあ、あの今まで通り、白昼に、ね、運転されたわけなんですけれど、あの東海道本線内もね、東海道本線内も白昼に運転されたんですけれど、前回のね、名鉄9500系の甲州、9番目の編成かな、あれがね、東海道本線内は、真夜中の運転でした。でなんであの時、9500系の甲州夜筋になっちゃったのかよくわかんないんですけれど、それがあの今回だけなのか、それとももう名鉄の甲州はもうずっと夜になるのか、まあ、そこもねようわからないんですよ。あのそこもね、あの気になるところですよね。というわけでね、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いしますね。エンディングにね、これまでの、JR 東海エリアのね撮影の、再生リストのリンク貼っておきますんでね、そちらもぜひご覧ください。
じゃあまたお会いしましょう。